外壁面の漆喰の装飾ワットチェット用とは、タイの北部、チエンマイの仏教寺院、ミドシに生まれた人のための巡礼地である。ワットチェット用とは、チエンマイ市内中心部の北西に位置しており、不愛京オ通りとニマンヘミン通りの交差点により、北のスーパーハイウェイ沿いにある。王、ティローカラーとは、ビルマのバガンにあるマハーボーディ寺院の設計を学ぶために僧を送った後、 西暦1455年に寺院の建造を命じた。その寺院自体、釈迦峰が悟りを開いたインド北部にあるブッダガヤのマハーボーディ寺院の模索であった。師匠ジナカーラ・マーリーによると、西暦1455年に王はその場所に母大寺を植え、1476年、おそらくフッツタン2000年を記念する祝賀式典のため、この僧院に大師道を建立した。 その翌年には、第8次結集がワットジェット用途で行われ、産造が編纂された。中央指導のマハーポーイハーン内市マハーチェーディーの様相は、確かにマハーボーディ寺院に多少似ており、明らかにインドの影響を受けている。長方形の窓のない建築物の6屋根の頂部に、あるのは寺院の名前となる7機の戦闘である。中央広報に、 正方形の基部を持つピラミッド型の戦闘が同じく4基の小型の戦闘で囲まれており、また中央の建造物の上部に別となる小型な2基の金型の仏塔がある。マハー・チェーディ内部の仏像建物の内部には筒型の丸天井を持つ廊下があり、その終端には仏像がある。仏像の左右の狭い階段は屋上に通じる。女性は屋上に登るべきではなく、 寺院のこの箇所には男性のみ入場が認められている。かつては、菩提樹が屋上に生えていたが、構造物の崩壊を防ぐため、西暦1910年に除去された。建物の外面は、部分的にかなり風化しているが、特徴的なものとして、上下2段に並ぶ天神の化粧漆喰のレリーフがあり、大ィローカラートの演者の顔を模して型取られていると、伝えられる。 ティローカラーとチェリー広い寺院の敷地には、ランナー様式のいくつかの仏塔がある。すべて金型の仏塔であり、その基部の四方の壁のくぼみには、仏像もある。最も大きい仏塔には、大ティローカラーとの遺界が収められている。本堂の木製の妻川地域の北東の隅には、見事に彫刻された木製の妻川が見られる、小さな本堂があり。 寺院の聖域を定める結界石に囲まれる。池と正方形の仏道が寺院の敷地の南端にある。仏道はナーガラージャのムッチャリンダに守られる仏陀像が安置されている。ありがとうございます。